フィレティ、聖フランチェスコの小さい花は、足地のフランチェスコの生涯の業績の中から、生選された、名刺戦で、53の短い章だけで、フランチェスコの生涯を伝えようとしたもので、14世紀末に完成したものとされている。無名の、おそらくは、トスカーナ地方の出身者の手になると見られる。イタリア語のテキストは、ラテン語版によるものである。 この版の最古のものは1390年のものである。ルーク・ウォッティングは、このテキストをその名がアクタスに3度登場する、サンタマリアのフラウゴリーノの手になるものと推測している。アシジのフランチェスコの死後150年経って書かれた、このテキストは、成人の生涯についての第一次資料としての評価は、与えられていない。しかしながら、これは、 彼の生涯についての最も人気のある解説書であり、フランチェスコと彼に付き従う人たちの逸話、奇跡、敬験な物語を伝えるものである。これらの私的なお話は、フランチェスコに従う人たちの誕生と発展に光を投げかけるものでもある。実際、小さな花の中に収められているいくつかのお話は、もっと古い文献の中にも出てくるものである。例えば、 小鳥に説教するフランチェスコなど、フラン・マッセオも書いているし、イギリス人のロジャー・オブ・ウェンドーバーも1236年にこれについて書いている。この本は、フェデリコ・フェリーニが脚本を共同執筆し、ロベルト・ロッセリーニが監督した1950年の映画、神の道化師、フランチェスコの元になった。また、オリビエ・メシアンの歌劇、アシジの聖フランチェスコの材料にもなっている。 また、1972年のフランコ・ゼフィレリ監督の、ブラザー・サン・シスター・ムーンもこの本をベースにしている。マデリー・ニエル、イングル、&W、ヘイウッド、ザ・リトル・フラワーズ・オブ・ストリート、フランシス・オブ・アッシジ、ニューヨーク、ヴィンテージ・スピリチュアル・クラシック、1998。ありがとうございます。